そうですね、この、DVD というかこの練習方法は今まで僕はずっとしてきたんですけども、まず後ろから見ていただいた時にシルエットが変わると思います。子供さんの動き、選手の動きが変わったって言われるようになります。そしてスローイングが安定するので、子供たちも守備する時に楽しい顔がね、笑顔になるそうです。先生方、顔つきが変わった、顔がすごいにこやかになって楽しくやってると。で、この練習終わった後も横でやってやるんでね、いつまでもおい終わるぞって先生が言うまできっと楽しいと思うんですね。どんどん上達できると思う、自分の体で感じれると思うので、だからたくさん1回だけ見るのではなく何回も見ていただいて、何回もいろんな人らと一緒にやってもらいながらどんどん上達していってください。はい、まず野球をするときに野球のグラブとか守備っていうのをこう大きくバクッとこう考えておられるんですけど、もう一度自分の持つグラブとか素手で補給するっていう練習っていうのはあまり普段されないと思うので、今回は一度もう原点に戻るっていう考え方で、していただきたい。よく学校の先生、中学校とか高校の先生からこのチーム根本的に何か変えたいんですと、何か起爆剤としてきっかけが欲しいんですっていうお連絡よくいただくときにぜひやってくださいっていう練習をまとめました。あと少年野球のお父さん方が子供たちがポロポロしたりとかこう守備がねもう一度できないんですけどどういうことしたらいいでしょうねって言われたときに、初心者のお父さんであっても野球経験者のお父さんであってももう一度一度ゼロにしていただいて、じゃあこれを今日は一回やってみようと、今日はこのBBA の練習をやってみましょうっていう日をね作っていただくような、そういうなんていうんですかね、もう一度自分たちの野球を見直す日になると思います。そしてそれがその後大きく変わるきっかけになるという自信がありますので、全国でいろんな先生がされて結果が出てます。たくさん全国大会とか近畿大会とかいろんな大会に出ましたという報告もいっぱい来ていますので、ぜひ自信作なので試してください。よろしくお願いします。